さあ本日もいりましょうミスター武士道の戦国話本日は戦国武将レスン前田利家編やりのささあ本日は前田利家のお話でございますはい、えー、非常にですね有名な武将ではございますけども織田軍のね、えー、まあ主力であった、まあ、猛将でございますただやっぱり豊臣秀吉とかね徳川家康とかに明智光秀とかに比べるとやっぱ教科書とかに出来たりすることはまあほぼないのでまあ実際まあ 都市確かに有名だよね知ってるけど、まあ、よく分かんないなっていう人ももしかしたら多いかもしれません、まあ、そういうことのためにですね本日は前田敏恵という武将が一体どういう人物だったのかっていうのをお話ししていきたいと思いますはいこの前田年恵ですね非常に面白い人生を送ってましたね、えー、もう簡単に言うとですねあの若い頃はもうバキバキのヤンキー でも大人になったら結構もうピシッとちゃんとしたすごい礼節をわきまえたいい大人になったみたいなね、えー、なんかまあヤンキーが学校の先生になるみたいなねありますけども、まあ、そういう感じのですね、えー、また秀吉とかとはちょっと違ったサクセスストーリーをね歩んだ人物でございますそれでは早速参りましょうはいこの前田利恵ですね、えー、若い頃は犬千代前田犬千代というね名前でも知っている方も多いかもしれませんなんかね信長にすごい気に入られてまあちょっとそういうラブラブな関係だったんじゃないかというような説もねあったりしますけども、えー、今回はですねこの前田利恵の側近である えー、村井長樹っていう人が書いた側近が書いたねだから信長でいうところの大田竜一が書いた「新朝公記」みたいなもので「えー、阿生公御家話」という年、えー、への物語というかね年への側近が書いた年へってこんな人でしたみたいなねこういうことがありましたという書いたものがありますので、まあ、それをベースに年へっていうのはどういう人物なのかねその人物を見ていきたいと思いますはい、えー、まずですねこの前田年へ前田利春っていうね、えー、武将終わりの、えー、荒子城っていうところにいた武将の四男なんですよね長男じゃなくて四男なんですよええー、四男なんで まあ正直この頃の戦国時代っていうのはですね基本的には長男がね後を継ぐわけですね親のね後を継いで前だけを継ぎますみたいな感じでね長男が継いでっていうふうにやっていくのでえで万が一長男が戦で死んじゃったりとか病気で早く死んじゃって子供がいなかったとかいう時はまあ次男三男がね順番に継いでいくっていうことになりますので四男っていうのはもうかなりあのーまあのま家を継ぐ可能性が低くてもうなんかもうもう。 まあ適当にやっとけみたいななねね、うん、感じなんですよ、ねあまあ、頑張ってどっか行って働いてきなさいとかね、えー、家をあんたに家継がせること家業を継、ね、がせるこというないから自分で頑張って仕事させてきなさいみたいな感じで、ねえー、ポーンと、ね、ほったらかされるようなね、えー、のが四男な,なんですけども年はですね、えー、若い頃ねそれで。 まあそれが原因かわかりませんけども、とにかくめちゃめちゃ歌舞伎てたんですね。歌舞伎者。ね。今でこそ歌舞伎っていうと、ね、あの、しっかり市川海老蔵さんだったりとかね、市川猿之助さんとかね、いろんなああいう、まあすごい人たちみたいなね、人たちがやってるすごい伝統芸能みたいなね、イメージありますけど当時の歌舞伎っていう言葉は、そういう全然今の歌舞伎とは違って、えー、もうチャラチャラしてるとかね、えー、もうチャラいやつみたいなね、ヤンキーっていうね、そういうのが歌舞伎者だったわけですね。はい、だからもうなんか、年へと待つとかなんかではね、もう顔真っ白にしてですね、えー、もう化粧、赤いこういう化粧とかつけてね、やり、 真っ赤なやりもっておらおらってねおらついたりしますね、はい、それでも喧嘩をもめちゃめちゃね強くて有名で、えー、だからもう本当にヤンキーなんですよね若い頃はヤンキーでございましたはい、まあ、そんなねヤンキーだった年江、えー、なんですけど、まあ、信長に気に入られて信長のもとでね働くということになっていきますはいそこでですね年江の一番最初の大事件これですね公害切りというのが起きます公害、えー、切りと言われはね皆さんピンとこないかもしれませんけども、えー、これはですね十阿弥というえー まあ坊主なんですけども信長のこう身の回りの世話とかをする、まあ、坊主がいるんですけどね茶坊主ってね十阿弥というやつがいてそいつがですね年、えー、家の持っていた公害というものを盗んだっていう事件なんですがその公害って何なのかっていうと。 こうね紙をなんかこうちょんまげとかね言う時にこう紙をかき上げたりするのに使う道具らしいんですよ。で刀とかにつ、ね、けといたりするんだけどまあその公害はね利家、えー、がなんか嫁さんであるねつからまあもらったものなんていうね話もあったりしてその大事にしてた公害なんですけどもその公害を十網がですね盗んじゃったんですね。ははいいこののっていうのは まあこれ彼もまた信長に非常に気に入られて、えこひいきされてたから、調子こいてたんですね。俺は信長様のお気に入りの茶坊主の十網ですみたいな感じで、調子こいてたから、あ年家なんかお前、最近、お前もなんか信長様にね、気に入られてるらしいけど、俺が一番高んだかなみたいな感じだったのかもしれませんね。えー、そういうのがあってですね、盗んじゃうんですよその郊外をね、こっそりね、ペラって盗んじゃって、えー、年家の郊外盗んでやったぜ、いえ、まあ俺神ないけどみたいなね、えー、そんな感じで盗んじゃったね。それを年家知ってですね、おい、十網こねろてめえ、普段から調子ばっかりこきやがって、俺の大事な松からま ここに盗み合って返せこらみたいな喧嘩になるわけですね喧嘩にでそこでもめちゃめちゃ年が起こったんですけども信長はねまあ待て待てお前らとね、えー、十網もねそんな 年齢の大事なもん盗んでダメだろうっつってね、まあ、年へもさ、まあ、ちょっと、こいつはふざけただけだから許してやれよっつってね、一、えー、回、信長にストップをされるんですね、えー、でも年へめちゃめちゃ怒ってるんですよ、ふざけんなよ、銃はマジムカつくって思ってるんですけど、まあ、信長様がね、もうやめろって言ったから、まあ今回許してやれよ、お前、4秒したなっつってね、えー、帰ってくるんですよね。で、その話を聞いたらですね、さっさなりまさいうね、えー、彼は年へのまあ同僚ですよね、同僚。 同じように信長に仕えている武将なんですけど、さっさなりまさってね、こいつもね、この年への人生にすげーえー、ずっと関わってくる、まあ、ライバルのような人間なんですけども、このなりまさがですね、その話を聞いてですね、えー、年へなんかお前、十網に公害盗まれたらしいじゃん、みたいなね、なんか松からもらったやつなんでしょ、みたいなね、お <laughs> お前、何やってんの、十網に公害なんか盗まれて、だせえなー、みたいなね。で、信長様に怒られたんでしょ、ね、<laughs> マジウケるみたいな感じで、めっちゃ笑われたらしいんですよ。 成馬さんにねそれで利家はもうカチンできちゃって「ああふざけんじゃね、ま、やっぱ頭きた」「信長様にねやめとけ」って言われたから止められたけどなんか成馬さんに笑われて「マジ頭きたやっぱ許せねえわ」「十神出てこいこの野郎」っつって十神呼び出してですね、えー、信長がいる目の前でですねその十神をパって切っちゃうんですよねブサっと切ってですね「この野郎調子こけ上がってくそがっつってねもうやっぱギャンキーですから。 もう頭きちゃうとねやっちゃうんですよねで十八名殺してですね目の前で信長ので信長もさすがにびっくりしてですね「としってお前何やっとんじゃーっねいいよ関係ねえっすさマジで信長様とかマジ関係ねえっすさ俺はマジこいつ向かってかぶっ殺してやったんすよっねもうめちゃめちゃ怖い話なんですけどそういうねやばいことがねヤクザみたいなことが起きましてですねで信長ね「あーもういいもうお前腹切れ!」ってねお前も切腹しろみたいになるんですけども、えー、このトはですね他にも柴田勝家とかね、えー、あとは森蘭丸のお父さんである森吉成とかに非常にかわいがられて まあ都市営はねすごく武将としても優秀なやつだから「まあ信長様どうか今回のことはねそもそも悪いのは十網ですから」みたいなね、えー、確かに年上もやったことは悪いですけどどうか命だけは助けてあげてくださいみたいな感じでみんなが言ってくれたんですね年上ね可愛がられてたんですよね非常にねそれで信長はくっそっつってね、まあ、もうむかつ,つくけどもじゃあお前クビーっつってね、えー、命までは、ね、許してやるからもう出てけっつってねもう二度と俺の前に出てくんだっつって、ね、顔見せんなって。 出てけーっつってで、えー、出資停止お、えー、田家をクビになってしまいますはいそれが二十歳頃の、えー、話ですねはい20代20代は本当にね苦労を、えー、20代前半は苦労する、えー、人生を送ったと思われますはいそこでお田家をクビになって浪人まあ振りためなもんですよねその日のその日のその日の暮らしの金を稼いでなんとかええー 仕事をねしててて食ってるっるいうでですもも嫁さんとかもいるわけですよ松とかねいるんだけどもうめちゃめちゃお金なくて貧乏で苦労してるね、えー、でも年恵はやっぱり信長のこと好きだったから他のところに、ね、引っ越してって俺やりのまただっつってやりめっちゃ強いんでやっとってくださいみたいなことやらずにやっぱ信長様にね許してもらいたいと思いながら、えー、この尾張の領地の中で浪人生活ねフリーター生活を続けていくわけですねはいで非常にね苦労したらしいですねその頃にあのー、晩年に語ったらしいんですけどそれまでねよくしてくれてた人、ね、仲良かったやつらとかね多分さっさなりましたとかもそうでしょうね、えー、付き合いがあった やつら俺がクビになってお金がない貧乏になったって言った瞬間にもう全然連絡くれなくなった、ね、人ってね本当に金がなくなると金の切れ目が縁の切れ目っていうのも言葉もあるしね人っていうのは金がなくなるとどんどん離れていっちゃうんだよと、えー、だから本当に、えー、お金っていうのは大事なんだっていうことをね言ってたりとかしますね、はい、でもそんな生活の中でもやっぱりその自分をかばってくれた柴田勝家とか、えー、森吉成なんかはあ年で頑張れよっつってね、えー、お前がいつかまた復帰してよね互いに復帰して一緒に志亡できるのを願ってるぜっつってね、えー、いろいろ心添えしてくれたらしくて本当にこの柴田 活英とか、えー、森吉成には感謝してたそうですね都市英ははいチャンネル登録よろしくお願いするでござる まあ、そんな中で,ですね、えー、ビッグイベントが織田家で起きます。それが桶狭間の戦いですね。あの今川義元が、ね東海、東海道、ね、街道一の弓取りと言われたあの今川義元が大軍勢を率いてね、織田家ぶっつぶしますってやってくると、やばいじゃん、信長様大ピンチじゃんってね、えー、状況が訪れます。そこでですね、年、えー、はですね、織田家をクビになっているのにもかかわらず、信長様の大ピンチ、行くしかないっしょっつってですね、えー、浪人で、お前もう来んな、顔見せんなって言われてるんだけど、勝手に行っちゃうんですね、桶狭間の戦いに。勝手に参戦してですね、や 槍を振るってえー、今時の武将を何人かね、えー、倒したというね。話があります。はい、そこはですね。その首を持ってですね。信長様っ,ってね。信長様のピンチと聞いて、俺信長さんに顔見せんなって言われたけど、来ました。ってね。信長様のためにこいつらやっつけていました。よっつねえー。首見せたんですけども信長はですね、えー、それを許さなかったらしいんですね。 なんだ、年シお前もう出てくんなって言ったら俺に顔見せんなって言ったらお前の顔なんか見たくねえんだよ、帰れって,ってね、そんなね勝手に参加してし、勝手に参加して仕事してね、それで許してくださいなんねその都合のいい話あるかってってね、帰れって言われて、またここで許してもらえなかったんですよね。はい。それで、なんか信長ね、もうなんかそういう、今回は本当許してもらうために、年シもめちゃめちゃ命懸けで戦って、すごい、あの死んでもいつ死んでもおかしくないみたいなね、無茶な戦い方をしてたらしいので、えー、他のね、奴に店長年ね、市へに言ってこいってね、あの信長、もう、 お前のことは許さないからそうやってね命を捨てるような真似はせずにもうおとなしく生活しろみたいなね言っとけってねこと言ったらしいですねなんかそういう話からもねちょっとやっぱ、えー、なんだかの信長は都市へのことすごい好きだったんじゃないかなみたいなね、えー、ことがねちょっと伺いしてますけどもねはいで、えー、結局その桶狭間のね戦いで参戦したけど許してもらえずそれでもね年市へは諦めなかったんですねいや今回許してもらえなかったけどまた絶対信長様のために働いて今度こそ許してもらうってね そして、えー、美濃モリベの戦いが送ります、はい、これは信長がね今川義元を倒した後に美濃斎藤立興のように美濃をぶっつぶせっつってね今度は美濃を乗っ取るぞって、ね、美濃を攻撃した時の戦いですねはい、そこで、えー、またですね勝手にまだ許されてないんだけど勝手に賛成してですね「俺らっ!」って、ね、信長さんのために俺働くんじゃっ,つって言ってですね敵方の斎藤家藤家の。 足立六兵衛ってね首取り安達なんていうね意味を持ってた結構強かった武将がいたらしいんですけどこの安達六兵衛を戦ってですねその安達六兵衛を討ち取ってそして信長様に「やりましたー」っつってね敵のこの首取り安達やっつけましたよって、ね、言ってですねそれ信長は「あーもう年また来たんかお前」って,ってね。 ああもうしょうがねえかわいいやつだなお前許してやるよっつってねここでついに許されるという,うなるわけですねはいもう非常にまあ苦労した浪人生活を経てですねもう槍一本でもう結果だけ出して許してもらうというねことをやったわけですね口ではなく結果で語るというねそんな男だったのかもしれませんねはいそして利恵はその非常にえ強いですね武勇を認められて赤幌衆というねえ赤いまあマントみたいなねこう弓とかを弓の弓矢とかを防ぐためだったりとかまあ印だったりするんだけど赤幌っていうまあ赤いマントをつけた舞台をね信長編成 したんですよねその赤ホロ卸の、えー、筆頭に抜擢されたりとかもしていますはい、えー、そしてですねあの最初にねこの トシエが郊外切りを起こすきっかけにもなったサさなりまさねライバルにもなると言いますけど、そのさッサ・ナリマサは黒掘衆と,、ね、と,というね、え赤掘衆と黒掘衆ってね、えレッド部隊とブラック部隊って二つの部隊を作ったんですが、その黒掘衆の方にですね、さッサ・ナリマサはいたりします。あとあの、あ桶狭間の戦いで今川義元を討ち取ったってね、それで有名な毛利信介なんかも黒掘衆にいたりします。まあ要は親衛隊なんですよね、これはね。信長のまあ一番近くで信長を守るためのまあ精鋭部隊ですね。それが赤掘衆、黒掘衆。そこに抜擢されるといいいうのが、えー、都市の若い頃のが若頃話でございますそして��、えー 30代ね、30歳になる頃、年シにまた転機が訪れます。はい。それがですね、家督相続なんですよね。はい。年シは四男。ね、最初に言いましたけど、四男なので、まあ、普通に考えたら、絶対その前だけを告げるような人物はないんですね。だから、まあ、自分で頑張ってなんとかしてな、ね、いみたいなね、いう話なんですけども、その家督を継ぐことになるというね、えー、また事件が起きます。これはですね、本来その家督をね、前だけの家督を継いでいた、年シの兄である、年シっていう人がね、いたんですけども、その年シにはですね、子供がなくて、 えー、子供がなかなかもうできないので。 もう諦めてですね養子を迎え入れて、えー、その養子をこの後前田家にね、えー、自分が死んだらその養子に前田家を継がせますっていうことを信長様に利久は言いに行ったんですね年への兄貴はそしたらですね、えー、信長はそれを許さなくてですねいやーちょっと待ってみたいなねい「養子取らせるのよくないだろう」うと、ん「前田家はさ年へが継いだらいいんじゃない?」っていうことを言うわけですねはいで、えー、信長のその鶴の一声によってですね「よしじゃあもう前田家は年へが継げ」みたいなねことになるわけですねはいそれで、えー、本来は絶対に家を継ぐことなんてなかったはず 都市が前田家を継ぐということになりました、はい、これは本当に、まあ、信長のね悲劇があったのかちょっと分かりませんけどもこういうことがあってね家族を相続するんですねでその年久が、えー、自分のね死んだ後に前田家を継がせようと思ってて養子に迎え入れたやつっていうのがあの有名な前田刑事なんですよね、はい、だから前田刑事っていうのはまあ元々前田家の人間じゃなかったんですね滝川家の人間だったんだけど、えー、前田家の跡継ぎに、ね、なってくれって言われて滝川家が来たんですね。よしじゃあじゃあ将来的に俺は前田家の あ塔良かみたいなね。前だけのトップは俺かってね、来たらですね。えー、信長がね、いや、その話なしでって言って、歳が継ぎますって言っちゃったから、まあ、刑事としてもね、おいおいおいお俺、前だけの、何、後継ぎ俺じゃなくてみたいなね。え、年歳なのおじさんなのみたいな、ね、話になって、えー、刑事がね、それで、ま、なんか、自由奔放なね、性格、性格になっちゃったのかもしれませんよね。彼も、あの、すごい歌舞伎者、ね、ヤンキーとして有名ですけども、 まあもしかしたらね、ここでちゃんとあの、前だけを継ぐっていうような立場にあればね、そんな、えー、ぐれたりも、<laughs> ぐれたのかわかんないですけどね、しなかったかもしれませんけどね。はい。それで、年齢は後を継ぐると。で、ここでもね、えー、またちょっとですね、さっさなりますのね、話が出てくるんですよね。はい。この話を聞いてですね、えー、みんなで、この、 柴田勝家とかね、年、え、下、ー、の仲いい人たちがね集まってですね、年、え、下、ー、おめでとうみたいなね、いや、まさか前だけ告げることになるなんてよかったねみたいなね、えー、ことを話してたらしいんですよ。その時にですね、もうね、ほんでさっさなりまさね、性格悪いんでしょうね、まあ、さっさなりまさだけじゃないかもしれないけど、言ったんです。で、年下はね、年、え、下、ー、はめちゃめちゃやっぱやりが強くて、それでここまでね来た男ですから、やっぱ年下は強いけどよ、お前の兄ちゃん、年下ってさ、あんまりそういうね、武力ないよね、みたいなね、あんまり誰々倒したとか、敵将を討ち取ったとかいう話聞かないよね、雑魚だよね、実際、みたいな。 って言いやこんなことやったら年上はですねお兄ちゃんの大好家族のこと大好きですから「おいおいおい」と「えー、いやいくらなんでも兄ちゃんのこと馬鹿にそうやってばかにするのやめてくれませんか」っていうね、えー、怒っちゃうんですね。はいただですね、えー、かつてはねその10の時にね馬鹿にされた時は10を切り殺すなんてことをやりましたけどもこの時のね年上はですね、まあ「ちょっと待ってください」って言ってですね、えー、今回の こうね、後継ぎっていうのは別にその兄ちゃんがブルブ武功がないとかね、えー、力が強くないとかそういう理由じゃなくて子供がいなかったから、えー、ちゃんとね前だけの血を引いてる俺が継いだ方がいいってことを信長さんは言ったわけだからその槍が強いとか武力があるないとかそういう話じゃねえからってねだからそういうことで兄ちゃんをバカにするのやめてもらっていいですかってことをね言ったんですってでそしたらまあ周りもねああちょっとそれはごめん言い過ぎだわごめんとなって まあ非常にあの丸く収まったみたいなね。いやなんか年へも成長したなと。まあもう30ですからね、うん。成長したなという感じはしますね。はい。そして、えー、そんな家督をね、前田家の家督を継いだ年へはですね、その後も信長とともに激しい戦いを繰り広げていきます。さあそんな年へはですね、えー、その後も信長とね、激しい戦いをどん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 戦っていきます。はい。1570年ですね。 春日井イ鶴見の戦いというのが起きます。これは、あの、大阪の一向一騎手ですね。えー、本願寺の、えー、信長なんかに従うかってね、念仏唱えて行きますぜっていう、そういう宗教勢力集団ですね。その本願寺の戦いでですね、えー、信長軍が結構ボコボコにやられてしまってですね、あかん撤退じゃーって逃げるときにですね、ト、え、シ、ー、が槍を振るってですね、時間を稼いで、みんなが逃げる時間を稼いだんだよね。で大奮戦したっていう話があったりします。それで、いや、年さすがはね、よく頑張ったということで、えー、一万石のね、えー、もう、 一番ごくって言ったら、ね、もう大名ですよね結構ね仕事をいろいろ任されたとねそう大出世したということがありますその後もですね浅井長政だったりね朝倉義景だったり武田勝頼とのねあの長篠の戦いとかなんかでも、まあ、活躍しています。はいそして えー、一番頑張ったのはここですね越前の一向一揆また一向一揆なんですけども、えー、大阪だけじゃなくて越前の、えー、この朝倉義景とかいたい越前の方にもですね一向宗っていうのはいたんですよね。もう俺らは俺らね俺らは俺らでやるとそういう侍の言うことが聞かないってね農民だけでみんなで、えー、いろいろ決めて国作ってきますっていうそういう集団だったので野村、えー、くんなって感じですね。えー、で逆に年家とかはいやお前ら侍の言うことが聞けっつってね攻めていくわけですね。そそれが一一平定戦戦なんでですけどもそこめ、えー、めちゃめちゃゃ激しい戦いをね繰り広げても たくさん犠牲も出てますけども、なんとかその越前のね、えー、一個一個平定することに成功します。はい。そして、えー、一万石からね、まあ、十万石なんだけど、 年家一人で十万石っていうわけじゃなくて年家と、ね、そのライバルであるさっさなりまさそれから不破光るっていうね3人の武将であ十万石を3人で経営してねっていうことで府中三人衆と呼ばれるよね3人で十万石というような配分になりますけども、まあ、これは一応出世はしてますよね、まあ、単純計算しても3倍ぐらいにはなってるわけですからね一人当たりはいそこでですねえ年家はですね これをやってるんですね見せしめ、はい、あの越前の一向宗たちに対してですね「お前ら今まで散々よくもやってくれたなんですねもうこれから俺らに逆らわないように見せしめにするやつで1,000人生きてる。 千人を生け捕りにしてですね、えー、その千人を貼り付け、貼、ね、り付けにして、やり、ブスって刺しに処刑したりとか、釜入りって言ってね、熱い、なんか油とかね、なんかお湯の中にバーって突っ込んで、えー、殺すっていう、まあ、すごい残虐な殺し方をしてですね、俺らに逆らったらこうなんだぞ、これだっていうことをやるわけですね。いや、非常にね、怖い話なんですけども、やっぱりね、これはまあ、信長イズムっていうものがね、都市への中にも流れてたんじゃないかなと思いますね。信長もね、もう逆らった奴は徹底的に滅ぼすってなんか言ってね、えー、比叡山焼き打ちやーとか言って、えー、もう徹底的に もう皆殺しみたいななれぎりってことをやってるわけですけども、同じようなことをね、歳枝やってるわけですよね。あだから単純に、まあ、ターの不、えー、変者っていう感じじゃなくて、やっぱ信長のイズムをかなり色濃く受け継いでる、まあ、支配者としての、えー、一面も歳枝にあるなという感じでございます。はい。そして、えー、そんな年枝にですね、また人生の転機が訪れます。40代です。はい。本能寺の変が起こるわけですね。あんだけね、今まで。 もう命かけてもね、信長様のためにですね、一回クビになっても、信長のために戦って、年がですね。その大切な信長のね、失ってしまうわけですね。はい、で、本能寺の変化が起きると。しかしですね、まあ、そう本能寺の変化が起きた後の、年っというのは、ね、非常に、動き方がね。もう大人なんですよね、上手いんですよね。はい、本能寺の変化が起き、そして明智光秀が秀吉によって打たれてですね。えー、そして、雫ヶ岳の戦いにね、やがて移行していきますよね。秀吉なのか、それとも、えー、柴田勝家なのかっていうね、戦いになるわけですよね。はい、そこでですね、年よね、結構微妙な立場にいたわけですね。 はい昔からね柴田勝英にはすごいお世話になってましたよね浪人生活で金がないしんどいっていう時とかね、えー、時にもいろいろね頑張れって言ってね支えてもらったりとかねその十網殺しちゃった時にも信長に、えー、言ってもらってねそういうね非常にかばってもらった勝英なので。 都市へはね、この柴田勝家のことを親父様っつってね自分の父親のように慕っていたと言われていますはい。さらにですね自分の娘の一人ですね麻姫というねお姫様がいるんですけどその麻をですね人質にも出してたんですね柴田勝家の部下の武将と将来結婚させるっていう話で柴田家に預けてたわけですね、まあ、実質人質とそういうような立場にありました一方秀吉ともね昔からなんか友達同士だったなんていう話もよくありますけど秀吉の幼女ですね秀吉の娘自分の娘を、娘自分を姫姫と、あとあっていう の幼女にしてですね仲いいねそういう関係うちの娘を、えー、お前んとこ育ててくれっていうね秀吉は子供いなかったから養女として預けてるっていうようなそういう濃密な関係もあったわけですねその仲が良かったね尊敬してる大好きな、えー、柴田勝家と、ね、仲の良い,い秀吉二人が戦うということになるわけですねはいでもそこでですね敏恵はもう中立的な最初立場をね取るわけですよね一応ねこの静岡家の戦いが始まった当初は、まあ、柴田軍柴田寄りだったんでね柴田寄りだったん前田利家はただ えー、あんまり積極的なターカーズにー戦わずにその、えー、柴田軍のですねトップをやっていたですね、えー、佐久間盛正、えー、ですね鬼現場が。 秀吉に負けてですね、あやられたっていうのを聞いたらですね、もうさっさと逃げちゃうんですね、もう戦わずに、よし、もう帰ろう帰ろうって、ばーって逃げちゃうんですね、はい。で、その後にですね、えー、様子をうがかがってるわけですね、いやー、でも一応ね、えー、柴田家にはね、自分の娘の人質もいるし、うん、秀吉と戦うのも嫌だし、ちょっと、様子見てかって見てですね、で、様子を見てるうちにですね、見事ですね、この真姫が、えー、その周りの人たちと一緒に、ね、脱出することに成功するんですよ、柴田家の、えー、城からね。 無事に脱出することに成功して、年恵、えー、のところに戻ってきたわけですね。あ、よかった、まあっつってね、まあが戻ってきたから、これで、えー、勝恵と戦ってもですね、まあを殺すっていうことにならないから、よし、じゃあもう決めた、もう完全に、えー、勢いは秀吉だから、秀吉につくわっつって、えー、秀吉にさっさと降伏してですね、で、今までね、恩義のあった、まあこの柴田勝恵に対して槍を向ける、えー、北の少女をですね、攻撃しますっつってね、真っ先に攻撃しに行ったという,うね、話があります。はいまあねははこれに関しては と年エ恩義ねえなあみたいな今まで散々ざん世話になってった柴田勝家を簡単に裏切りやがってなんて、ね、言う人もいるかもしれませんけどもまあそもそも年シとしては確かに勝家に恩義はあったけど、まあ、立場的にはやっぱり中立だったのねどっちにもやっぱつ,つけるような立場にはあったからまあもうしょうがないかなとだから柴田勝家自身も多分そこまでねトシエに対して憎悪を抱いたりとかお前ふざけんじゃねえってことを言ったりとかしてないんですよねまあしょうがないみたいなねえー、感じで。 まあ、円満でもないですけどね。まあ、あの、そこまでこう裏切り者がみたいに言われるような話ではないみたいですね。はい。そして、見事、秀吉側についた年枝は、えー、その後ね、秀吉政権でどん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 頭角を荒らしていくことになります。はい。その中でですね、えー、ちょっと、さっさなりましたね。彼ともちょっと決着をつけなくてばな,なりませんね。はい。ライバルだったらさっさなりました。で、くるんですよンもう嫌なやつがね、はい。1584年です。小牧・長久天を戦い、ね、秀吉と、 徳川家康、まああとは織、えー、田信勝ですね、織田信夫、まあ信長二段ですね、が戦った戦いなんですけど、そこでですね、さっさ成政は、俺は家康側につくんですね、秀吉の言うことなんて聞かねえですね、家康側につくぜ,っ,つ、ね、つくぜっ,つって言っちゃうわけですね。で、年上はもちろん、秀吉側につくんで、 そこで,ですね北陸ねこの府中三人衆って言って北陸は一緒に治めてたわけですかね最初はねはいその2人がね激突するわけなんですね「成政てめえこの野郎」っつってね今までお前のこと結構ムカついてたんだ俺はっつってね <laughs> 散々人のひと言ばかにした態度取り上がってですねブツブツってここがバチバチに戦うと、えー、いうことになるわけですねはいそこでかなり激しいこのライバル同士の激しい戦いがあったんですけども、まあ、最終的に秀吉がですね、えー、四国を征伐した後にもう 全軍引きで,ですね、よっしゃ、さっさり成正本気で潰しますって言ってたことによって成正はうわ、もうだめだっつってね、年枝だけならなんとか、えー、抑えれてたけど、だめだ、秀吉本軍で来ちゃったあ、本体できちゃったらもう無理だっつって降伏したって、ね、いうふうになっております。はい、ここで C、えー、を消したわけですね。さっさり成正も倒したと。そしてさっさり成正をね、倒した年枝は豊臣政権でも、えー、非常に力を持っていくということになります。はい、そこでやっぱね、秀吉とも仲良かったですからね、はい、秀吉からも非常に信頼されていて、こんなエピソードがありますね。はい、上上杉杉勝勝ですね上杉 越後もね、上杉賢信の後継ぎですね、上杉景勝とですね、その部下の、直江兼継、ね、あの、天地人にもね、出てきましたけど、あの、直江兼継がですね、秀吉に挨拶に来たわけですよね。その時、年家も一緒に来てたんですよ。そしたらですね、上、えー、この、直江兼継がですね、おいおいおい、ちょっと待って、年家さんですね、上杉景勝様ですけど、ね、うちの上杉景勝様ですよ、上杉家の人間ですよ。 家の位分かってますかつね。先に挨拶するのは開発様でしょうつね。ちょっと後ろ並んでください。とか言うわけですね。そしたら、えー、そのトシのですね、えー、部下の一人がですね、ちょっと待てよとね、金継さんね。いや、上杉がなんか知らんけど、あんた知ってますかと。え、ね、秀吉様っていうのはですね、そういう家柄とかそんな関係なしに実力だけでのし上がって天下人になった人なんですよ。うちの友様、前田トシも。 ね、こういう経歴あるんですよ。知ってますかってね。やり一本、武力一本で乗し上がってきたんですよ。もはや家柄なんか関係ないんですよ。どっちが強いか分かるでしょうっていうことを言ってですね、えー、金筑のね、角くはね、うーみたいになってですね、クソも何も言い返せんみたいなね。確かにこの秀吉のところで武功を上げてるのは年への方だからな、つってね。クソ、なんかすいませんでした、って。後ろ並びますっ,ってね。後ろに並んだみたいなね、エピソードがあったりします。はい。そして最後ね、秀吉が亡くなるときに、えー、自分の息子の秀頼、まだちっちゃいから、秀頼をよろしく頼むっ,つってね。えー、秀頼のことを頼むぞっ,つって。 死んそのたとはですね、その秀吉のね、遺言に従って、えー、徳川家康がね、その後もう結構好きほどやるんですよ、秀吉が死んだとね、いろいろあこういうことはしないでくださいね、ああいうことはしないでくださいねって死ぬ前にいろいろ言われてた約束をですね、全部破ってですね、もう好きほどやっちゃってですね、家康ってね。はい、それに対してですね、年、えー、はちょっと家康さんってね、えー、秀吉さんが言ってたこと守りましょうよみたいなね、抑えてたりとかねしてくれてたみたいです。はい、しかしね、えー、残念ながら、1600年の 関原の大会の前年ですね1599年に60歳で死んでしまうんですね都市はねちょっと早いですね残念ですはい。もし、えー、前田利家が死んでいなければ関原の大会はもっと遅れたかもしれませんねもしかしたら起こってなかったかもしれないしねあちょっとわかりませんけども利家、えー、が死んだことによってねやっぱり関原の大会っていうのは起きてその後徳川家康が天下へ登っていくということになってしまったわけでございますはい。これがまあざっと そしたね都市への生涯でございますいや、非常にね、面白いですね。本当にゴリゴリのヤンキーから、槍一本、腕一本でね、出世しててね、最終的には、もうめちゃめちゃお偉いさんになっているというね、いう話でございます。はい、面白いと思いますね。はい、それでですね、こんなエピソードもね、ありますね。えー、そろばんの話。 年齢ってめちゃめちゃそろばん使うの上手かったらしいんですよね。はい。そろばんって難しいですよね。もう接種も全然使えないです。はい。今使える人あんまりいないんじゃないですかね。はい。そろばんで非常に難しかったんで、当時もね。当時も本当に勉強した人しかそろばんっていうのは使えなかったんですけど、それをですね、お、これめっちゃ便利やんつってね、使いこなしてたらしいんですよ。っていうのも、 やっぱりトシエは浪人時代にめっちゃ苦労してるわけですよ。もうお金がないみたいなねうわすげえ家計がもうきつきつだ日の車だみたいな生活をしてたからすごいお金をね、えー、大事大事と思っててでお金がなくなったら誰も助けてくれないからお金を大事にしなあかんっていうことで、えー、この前だけの、ね、いろいろお金のしこうどれぐらい今回ね武器にこれくらい使いましたとかねご飯にこれくらい使いましたとかね、えー、遠征費にこれくらい使いましたみたいなのを全部自分でそろばんで計算してあのー、無駄がないようにね無駄遣いしないようにやってたらしいんですよね。はい元ヤンキ 重ねてね。人って変わりますよね。そういうすごいえー。倹約家というかね、えー、もう質素なえー生。生活にね。変わったみたいですね。はい、そういう話もあったりとかあとはですね。 人心掌握術とかね、えー、人の心をつかむっていうのも結構うまかったみたいで、えー、こんなエピソードがありますね身分の低いものにもねご褒美をちゃんとあげてたとね、えー、かつてその豊臣政権の時に利家がね秀吉のところに行った時にですねその秀吉のもう本当一番下の下の下っ端みたいな、えー、なんか草履出してきますとかね、えー、あちょっと汚れてるんで拭きますとかね、えー、そういうような雑用係みたいな人たちがいたんですけどもその人たちが頑張ってですね利家が来た時にすごい丁寧にもてなしたんですってそしたらねまあそんなのもう一番下っ端なんだからやるの当たり前だろっていう話なんですけど、えー、利家はですねいや 本当にお前らよく頑張ってくれたなって,って、ね、なんか俺のためにいろいろやってくれてありがとうって,ってね金貨を、ね、渡したらしいんですよね、みんなに、ね、1枚ずつ。でもうその、えー、雑用の子たちは、ね、めちゃめちゃ喜んでえーって普段こんなのやってても、ね、褒められることもないし褒美もらうなんてないのに、年枝さん金くれたーっつってねめっちゃ嬉しいお小遣いくれたっつって,ってで、えー、みんなでいやもうこれさ絶対お礼しなきゃだめだろうっつってでみんなでですね太をいっぱい買ってですね年と、えー、に行ったんですよ、その雑用係のね。 坊主たちがね「トシエさんありがとうございましたこの前あの金貨もらってめっちゃ嬉しかったです」っつってね「あのこれタイみんなで買ったんでよかったら食べてください」って言ってねタイを持ってたんですってそしたら年シエがね「いやいやいいよ」っつってね「お前らが頑張ったから俺はその褒美をねあげただけなのか当たり前のことしただけだよ」っつってそのタイはお前らは食えよっつってね、えー、大盤振る舞いしたみたいなでみんなでタイ食ってわあみたいなトシエさんは最高みたいなことになったっていうね話もあってやっぱそういうことをしてくれるね上司というかね上の人っていうとやっぱりあついてこうとかね、えー、なりますよねでその坊主たちもねほんと年シのことを尊 もう徹底的に、ね、頑張って働いたなんていう話もありますのでまあ、そういう非常に人心掌握もねまあ、やっぱ自分が苦労してるから苦労してるね若い子たちに頑張れよってね金をそう倹約家ではあるんだけど無駄遣いはしないけどそういうところはちゃんとねお金を使ったりするっていうのがかっこい,いですよねはい、そしてね一方、えー、さっさなりまですよんざん年へとバチバチやってきたのライバルのさっさなりまさは、ね、もう真逆なんですよね。はい ささっさ成正はその後にですね秀吉に降伏した後九州の方で所領をもらって一応国を治めることをやるんですけどもそこでですねなんかうまくその住民たちとうまくいかなくてですねなんだあの成正とかやつなんかムカつくわーとか言われて一気起こされちゃうんですねやっぱり性格がよくなかったのかもしれませんねこの年へとエピソードを聞いてでもなんか調子こいてんなあいつみたいな「あんなやつの言うこと聞くか一気じゃ」っって「一気一気」っつってみんなで「打ち壊せ」っってね大反乱が起きちゃってでその責任を取らされてですね「成正」みたいなね「お前何やっとんじゃ一気なんか起こして」やつね切腹しろって言われ て秀吉の命によって切腹させられるっていうねもう年市と真逆の最後を迎えてしまったわけなんですよねはいまあだからね本当にやっぱり若い頃の苦労っていうのは、うん、人を成長させるのかななんてね、えー、思いますねまあ年市非常に面白い部署だと思いますはい、えー、大河ドラマでもね年市と戸末なんかありますのでよかったら見てみてくださいそれではまたお会いしましょうさらばじゃ